それでは皆さんどうも、ちょうど定刻になりましたので、これから、法政大学、五十嵐先生の、都市政策の授業、本日は、元内閣総理大臣であります、菅直人、先生と今この場でお呼びさせていただきますが、元総理大臣の方から、ご講演をいただいた上で、皆さんとの質疑をさせていただきたいと、いうふうに考えております。どうぞ一つ進行の方一つご協力よろしくいただきたいと思います。それでは、まずですね、冒頭、私どもの五十嵐先生の方から、ちょっと説明を合わせて、ちょっとお話をいただきます。はい、では先生よろしくお願いいたします。五十嵐です。元総理大臣と語呂が長いですから、ちょっと菅さんさせていただきまして、少し紹介させていただきます。なお今日はですね、私の本当の最後の最後の大学院の授業ですので、少し私的なことと主を紹介させていただいてですね、菅さんのことをご紹介したいと思います。私は出身は弁護士でした。で、いろいろ都市日照会をはじめとする都市問題をやっておりました。菅さんとは1990年のバブルの頃に地価が非常に高くなってですね、日本中が大騒ぎになった頃に土地問題について確か言わなきゃなんかだと思うんですが、何回になりましたね。そこで菅さんが市川房枝さんとかいるって場合から知ってたんですけれども、具体的なこう議論っていいますか、そうしたのは地価の時、地価高騰の時です。それが最初のきっかけですが、その後ですね、いくつかの双方にというと大げさですけれども、いろいろ変数がございました。一つは菅さんの方がその地価問題を通じてですね、だんだんと当時菅さんの時はまだ 4,5 人から小さなパーティーで議員立法なんても出せるような人数なかったんですけれども、いろいろ地価問題の政治的なリーダーに菅さんがなりましてですね、で当時社会党などにも話をかけまして、金立法で、地価税と都市基本法を出すということがありました。そこから政界ドキュメンタリーが始まりまして、最終的に内閣総理に上り詰めるということです。で私自身も近くにいてですね、ずっとつかず離れずそういうのを見てきました。その中でもう一人キーパーソンがおりましてですね、これは菅さんが総理大臣就任した時の最初の施政方針演説で、いろんな先生、3人先生挙げてるんです。その中の一人として松下圭一先生、ここの私の都市政策の大先生ですね、法政大学で言いますと松下先生は第1回目の都市政策の講座担当者です。第2回目が田村明先生で、第3番目は私になると。この人は菅さんのことをしきりにいろいろ褒めておりましてです、ある時たまたまタクシーに乗った時に菅さんが当時の内閣法制局長官に対してですね、行政権とは何ぞやというのを質問をして、非常に鋭い質問をしていて、それに対してマスコミは何にも報道しないと非常に怒っておりまして、いつか先生これ菅さんとも話しなきゃいけないですかという話をしてまして、菅さんが民主党の第1回目の委員長になった時に、多分あそこの最初に外国の人が入った最初じゃないかと思いますけれども、私と松下先生が菅さんのところを訪れまして、国民国会が一番中心となる官僚システムといったら何なのかという座談会をしまして、これが大臣という有名な本に収録されている本なんです。それ以来ですね、民主党の大きなバックボーンに官僚内閣制対国会内閣制というテーズが生まれてきた。その先頭を走ってくれたのが菅さんだったということです。で私もですね、それらに共鳴しまして、実は菅さんと一緒に先ほど言いました土地基本法とか地価税とか、さらにもっと私の領域でいきますと都市計画法とかですね、河川法とかですね、そういう法律のもろもろのことについて、いつもこういう打ち合わせをするか朝早く国会に打ち合わせするんですけれども、議員立法提出して菅さん代表になってもらって議員立法提出してもらったということです。これがまた私にまた変なことが起こりまして、その時にその経験を議員立法という本を書きます。ちょっと話前後しますけれども、書いた時にですね、松下先生から
少しちょっと、まあ、弁護士じゃなくてその議員立法をもうちょっと立法学という学問に昇華してですね、全体的に普及しないかということのお誘いがありました。なぜかって言いますと、これもちばしば話してますけれども、日本の法学ね、解釈法学が全盛でありまして、ほぼ 90%、まあ、法社会学と法哲学というのがありますけれども、ほとんど法解釈学になっておりましてですね、法律を作るという学問が日本は全くない、非常に危険的な現象で、一般的な学者の養成システムでなかなかそういうことを勉強する人が見つからない。でたまたまあの私に対して菅さんといろいろ日本やってるらしいので、立法学という講座を迎えて、あのここで開いてくれないかということで、私も大学に来て、私の第2番目の転機、その弁護士から大学の先生になるということは菅さんを軸にして動いてきたということです。で、松下先生、田村先生が亡くなった後、私も都市政策をやったんですけれども、ついに菅さんの方は、あのこれ非常にサクセスストーリーで、日本の歴史上全くない話じゃないかと思いますけれども、こうなったら豊臣秀吉とか、まあ、死んでいえば田中角栄とかですね、全くお金も、いわば派閥もですね、あの血族もない人たちが、菅さんのことは市民運動からですから、総理大臣になりまして、私たちも大変期待いたしました。でこういう人たちも待機させたんじゃないかと思いますけれども、その時、私が思ったのはですね、やっぱあの人口増社会と人口減社会は非常に根本的なあの日本のシステムの変更を伴わないと対応できないということがありまして、たまたまあの菅さん総理大臣の時にですね、私に電話がありまして、あの近くの国家の蕎麦屋に行きましてですね、外から見てて、この内閣はどう思いますかという話をしたときに、私からすればですね、人口減社会に対する対応というのが非常にあの飛躍であるということがありまして、ある一枚の人口のグラフを関西に上げました。ちょっと早速、菅総理大臣は自分のブログにですね、こういう人口減社会が来るということがあって、これをあらゆる政策の中心に考えなきゃいけないということも申しておりました。でそれで、第2話3番目の職業の編成が出てきまして、内閣官房という形で官邸の真っ赤いということで、私としてはだから弁護士をやって大学の先生をやって生まれて初めてです。あ、審議会とかですね、選挙とかっていうのを手伝いましたけど、内閣の一番中枢と入って政治全体を見るというのは初めての経験でした。だからこれがまたドキュメンタリーでありましてですね、私がちょうどあの官邸に入ったのは3月9日だったんですけれども、3月11日にあの例の大震災が起きまして、菅さんを朝早くあの見送ったことを覚えております。ということかと言いますと、3月11日に大震災が起きましてですね、あの全部電車もないにストップしましてですね、我々も官邸から出られないという状況になりまして、毛布1枚で官邸止まってたんで、朝すごい音がするなと思ってたら、ヘリコプターと音が出てきまして、で菅さんが持っていて、あの福島第一原発のところに行ったというところがありまして、そこからずっとあのいろんな意味でですね、あのその震災と付き合わされてきたということです。ご承知の菅さんは最前線ですから、いろんなことを非常に大変だったし、私たちもですね、あの震災復興会議を作りました。毎日環境ほぼ毎日だと思いますけど、何日か2ヶ月ぐらいですかね、毎日いろんな政策方連携議論をしておりまして、まあ、菅さんを支えようと思ったということです。だからその時に私としては、あの全く今まで経験しなかった新しい官僚との付き合いとか、省庁縦割り行政とか、あるいは官僚と政治家の対応とか、あるいはそれを仕切る総理大臣の役割とかってことを初めて体験して、あの教えてもらったんです。あの一番思い出あるのは、これも菅さんの後で、今日はいろいろ、講演会の後にです、ね、質疑応答プラス懇親会も予定しておりますので、その中に出てくると思いますけれども、いろんなことがありましたときに、皇帝、官邸とこつながっております。皇帝に行ってです、夜遅くまでなかなか出てくるとマスコミに感づかれるので、なるべくマスコミに感づかれないようにして、おいしいあの焼酎などをいただきまして、いろんなことを考えてたということです。ただちょっと残念なのは、菅さんもその後6ヶ月なし7ヶ月ぐらいでどんどんと退陣に追い込まれましてですね、全体としてはこれは後でも質問の大きな話になると思いますけれども、総理大臣として一体どのくらいのことができたのか、でなぜできなかったか、なぜできなかったかというのはそうになると思います。残念ながら菅さんの本当はやるべきであったいろんな仕事がですね、
中途半端になったことはものすごく残念ですけれども、しかし問題の本質はまだまだ残っておりまして、それからまだまだ出番があるのではないかと。ここまではいわば公式なストーリーですね。もう一つは誰も言わないことでですね、私だけが何か知ってる人もいるかもしれませんけれども、で菅さんのもう一つのストーリーをですね、ぜひ想起していただいて、菅さんのいろんな行政を評価するときに、このもう一つのストーリーもですね、ちゃんと踏まえた上で、菅さんを見ていただくと、その本当の菅さんというのが分かるんじゃないかと思って、それは菅さんがお遍路をしたということです。日本の政治の一つのですね、風景として、いつから始まってんでしょうか、中曽根さんが一番早いかも分かりませんけど、座禅をすると。いう総理大臣が座禅をするという何か出てきましたです、ね、いろんなことあると心身を穏やかにして滅私奉公して座禅をしながら政治をするというと非常にこう奥が深いように見える。で中曽根さんもやっておりましたし、最近では細川さんもちょっと座禅をしていましたね。それから今の安倍さんも時々台東区の小寺さんの目標で座禅をするというのがありますけれども、座禅とですね、お遍路っていうのは全く違うということです。私も1年間高野山大学に入りましてですね、多分授業でですね、座禅を組むっていうのをやらせられました。で2時間と言いませんけれども、大学から卒業して寺に来ましてです、ね、お寺の淵でですね、15回ぐらいは私も行われてますので座禅の経験ありますけれども、普通座禅しても何にもわからないです。多分雑念取るなんて全く私の場合嘘でですね、何にも変わらないです。悟りなんてとても縁遠いという感じでした。ただお遍路さんの方はですね、現実に歩かなきゃいけない。おそらく日本の国会議員、総理大臣はもちろんと思います、国会議員全校庭全部歩いて回った人っていうのは誰もいないと思います。であれ肉体的にも相当しんどいですし、もっとちなみに高野山でお坊さんになるためには四国のところで100日間修行しちゃダメなんですけれども、それよりもしんどいかもしれないというのと言われておりまして、非常にしんどい修行をやってこられたということです。でその時の何て言いますかね、ある種の菅さんの多分心の師匠になっている人がおりまして、これが結菜さんという方です。結菜さん、これどうしてかというと弘法大師お大師様って言うんですけれども、お大師様に毎日2回ですね、朝と昼に食事を捧げる人がおりまして、結菜さんと言われまして、私も何でか分かりませんけど結菜さんと小林大臣知り合ってですね、今度菅さんって人が来る、まだ民主党の委員長だったんですけれども来るぞという話がありましてですね、だから小林さん本体はものすごく保守の伝統ですから、で行くと分かりますけれども、佐藤栄作とかそうした騎士いっぱいしておりましてです、まさに民主党の委員長が来るなんて野党ですからね、護衛も大変だし、そもそも野党が来ること自体がなんか大変だと、最初ものすごい消極的だったんですけれども、その結菜さんはぜひ呼んだ方がいいということで、菅さんを奥の院というか案内しまして、いいお話を聞いて、後で私も、菅さんはどうだったですかって聞いたらですね、あれは必ず総理大臣になると言っていました。どういうことかというと、菅さんはなんかこれは本当とか日野西さんという結菜さんの方から聞いたことなんですけれども、菅さんはその日野西さん、結菜さんです、ね、もうちなみに言うとこの結菜さんという人はですね、私は、日本で現時点で座禅の最も深い人と思っています。一番深い人はですね、この永平寺にいた山田さんという方で、100いくつ亡くなった方がいるんですけれども、その人が一番深いと思ってますが、現時点ではあの人は日本で一番、座禅って深いか浅いかと言うんですけど、深いんじゃないかという人もいるんです。ということなんですけれども、菅さんが悟るっていうのはどういうことですかということをなんか聞いたらしいんですね。そしたら全てを捨てることということをなんか井上さんって方それを答えたらですね、菅さんは一つだけ絶対に捨てられないものがある、それは恨みであるというようなことを言った、だからあれは絶対総理大臣になりますということを予言してまして、滋賀県に実現したということです。なお官邸に多分その結菜さんが書いたあれが
あれがありまして、慈悲利他って書いてありまして、あの宗教用語ですけれども、そういう書いた書がありましてですね、多分総理大臣の部屋に飾ってたんじゃないかと思いますけれども、そういういわばある種あの単なるあの冷やかしとかですね、ちょっと貢献しただけで歩けない、ものすごく大変なんで、いろんな人が聞いてますけど、私自身も歩いたことありましたけど、入隊券でこれ全部歩き切ったという総理大臣はいないんだろうと思います。感想の場合特にですね、有名人ですから、必ず新聞記者が追いかけたり追っかけが来たりですね、護衛がついたりしていましてですね、あの心の平穏を保ちながらずっと回ってみると、なかなか大変だと思うんですけど、とにかくやりきったということですね。でそれがですね、菅さん の, あの今までの政治にどう反映したか、近くにいる私にもなかなか見えなくて、今後だんだんといろいろ年を取るにつれてですね、あのこう変で来た時の宗教的な心、あるいは構え、思想、哲学というようなことがだんだん政治にしてくれればいいかな。できればですね、あの総理大臣現職の時にもうそれだいぶ歩いておりましたので、そういうことも含めてやるとですね、あの元菅さんの評価もだいぶ異なったんじゃないかなと私は思っています。今後あの菅さんのどうするか、後で皆さん質問していただいたらいいと思うんですけれども、政治やその他に関わる上でですね、こういうこともぜひ考慮に入れて、菅さんの、今後の行動を私は監視したいし、私も末ある限り応援したいというふうに守っております。これは、簡単に私が菅さん の, あのプロフィール紹介、前の方はね、皆さん知っていると、後ろの方はなかなか聞けないと思いますので、できればもし興味があればですね、後でまた菅さんにも質問していただける形で、宗教的な行為、永遠いきます、ということと、政治家間というのはどこでどう一致したかです、あるいは一致しなかったかです、そうやっても聞いていただけると、今日は他にない、新しい入管を披露することになるんじゃないかというふうに思います。簡単ですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。